西岡義人は、三重県津市出身の男子プロテニス選手。ミキュハウス所属。私立養成小学校、私立京北中学校、青森山田高等学校卒業。ATP ツアーで、シングルス一勝。ランキング自己最高位は、シングルス48位、ダブルス210位。身長170センチメートル、体重64キログラム。左利き。 バックハンドストロークは、両手打ち。日本男子史上5人目の ATP ツアーシングルス、優勝者。兄の西岡康は、テニスコーチ。2021年現在では、日本の西小利系に次いで、日本ナンバー2のランキングを更新している。4歳でテニスを始めて、中3の秋に西小利系と同じアメリカイムグ、ニックボロテリーテニスアカデミーに留学。ジュニアナショナルチームでは、 日本代表として、ジュニアデビスカップ等で活躍。2012年世界、スーパージュニアテニス選手権大会で、タンプク覆オベスト4。2013年に、メキシコでのフューチャーズで、プロ大会初優勝。2013年11月に、全日本テニス選手権大会で、自身初の決勝進出をしたが、伊藤龍馬に敗れ準優勝。2014年1月より、プロ転向。 同月に、ジュニア時代から、ラケット、ウェア等を使用していたヨネックスと所属契約を結ぶ。6月、国内初の札幌フューチャーズに参加。決勝では、地元の内山康史隆と対戦し、6から4、6から3で勝利して、フューチャーズ大会通算5勝目を挙げた。8月、4大大会予選初挑戦となった、全米オープンでは予選を突破。 本戦初出場となった1回戦は、パオロ・ロレンチと対戦したが、1から6、2から6、1から2で、途中棄権をして敗れた。9月上海チャレンジャーで、ATP チャレンジャーツアー初優勝を果たす。同月、新川アジア大会では決勝まで勝ち進み、第1シードで、世界ランク37位のロヒコ君を6から2、6から2のストレートで下して、 日本人では1974年テヘラン大会の坂井敏郎以来40年ぶりとなる男子シングルスでのアジア大会優勝を果たした。2月、テルレービーチ国際テニス選手権では予選を突破し、グランドスラム以外では自身初の ATP ツアー本戦出場を果たすと1回戦はイゴールセースリングに7から5、6から1で、2回戦もマリンコ・マトセビッチに6から1。 6から3で勝利し、日本人では2008年の西湖池以来のベスト8入り、準々決勝はバーナードトミックに敗れた。5月、全仏オープン予選を突破し、全仏初、グランドスラム2度目の本戦出場を果たした。1回戦で世界ランク4位のトマーシュベルディハと対戦し、0から6、5から7、3から6のストレートで敗れた。8月、 米国ワシントンで行われたシティオープンで初めて500シリーズの予選を突破。1回戦でアレクサンダーズ・ズベレフに6から7、3から6で敗れるも試合で放ったロブショットが ATP 公式サイトにホットショットとして紹介される。また続いて出場したコメリカバンクチャレンジャーでも2回戦で見せた背面でのパッシングショットが 再び ATP 公式サイトで取り上げられるなど話題を呼んだ。なお、このショットは最終的に2015年度のチャレンジャーツアーホットショット年間ベスト1に選ばれた。9月全米オープンでは予選第23シードから2年連続で予選を通過。日本人の予選通過者は西岡だけであった。1回戦でポール・アンリ・マチューと対戦し3時間22分に及ぶ。 フルセットの末、6から4、2から6、6から7、6から1、6から2で勝利し、グランドスラム本戦初勝利を挙げた。2回戦では、トマス・ベルッチに0から6、3から6、4から6で敗れた。同月、デビスカップ、日本代表に初招集され、コロンビア戦のダブルスで、内山康隆と組初出場を果たす。ダブルスは、 フワン・セバスティアン・カバル、ロベルト・ファラグミに7から6、2から6、3から6、2から6で敗れたが、日本チームは、西木織の2勝とダニエル・タロの1勝で、通算3勝2敗とし、ワールドグループ残留を決めた。11月、愛知県豊田市で開催された、ダンロップワールドチャレンジテニストーナメントの決勝で、アレクサンドル・クドリャフ・チェフを6から3、6から4で破り、 チャレンジャー大会二度目の優勝を果たした。シーズン終了後の翌週、中国の新戦で行われた、全豪オープンアジアパシフィックワイルドカードプレイオフで勝利し、2016年全豪オープンのワイルドカードを獲得した。1月、年初のブリスベン国際には予選から出場。予選1回戦で、ルカシクボットを6からに6から0の54分で破ると、 予選決勝で、元世界ランク10位のエルネス・ツグ・ルビスを6から3、6から4で破り、本戦出場。本戦では1回戦で、リュカ・プイユに6から4、3から6、5から7で逆転負けした。ワイルドカードにより、本戦初出場を果たした全王オ,オープンでは、1回戦で、パブロ・クエバスに6から7、1から6、4から6のストレートで破れた。2月、 メンフィスオープンでは予選から出場して本戦に出場。1回戦では同じく予選上がりのジャレット、ドナルドソンと対戦し、6から3、6から4で勝利して、今シーズンの ATP ツアーで初勝利を飾ると、2回戦でイリア・マルチェンコに6から1、6から3で勝利し、ツアー2度目の準々決勝進出を果たす。準々決勝でサムクエリーに3から6、 4から6で敗れた。3月、2度目のデビスカップ、日本代表となり、ワールドグループ1回戦でイギリスと対戦。内山康史隆と組んで出場したダブルスでは、アンディ・マリー、ジェイミー・マリー組に3から6、2から6、4から6で敗れ、日本チームも1勝3敗で敗退した。マイアミ・オープンでは、予選決勝で、オラシオセバ・ジョスを破り、 自身初のマスターズ戦本戦出場を果たす。本戦では1回戦で、ジャレット、ドナルドソンに6から3、6から4で勝利し、マスターズ初勝利を飾る。2回戦では、世界ランク23位のフェリシアーノ・ロペスを6から4、6から4で破り3回戦進出。3回戦では、世界ランク14位のドミニク・ティームに2から6、2から6で敗れた。5月。 全仏オープンは予選決勝で元世界ランク8位のラデクステパネクに3から6、2から6で敗れ、2年連続本戦出場はならず。6月、ウィンブルドンの予選では予選3回戦で簡単アリスを7から6、4から6、6から2、6から3で破り初の本戦出場を決めた。本戦の一回戦ではセルジー・スタホフスキーに三から六、四から六 4から6で敗れた。ウィンブルドン後のニールセンプロテニス選手権では、決勝で、フランシスティア4に6から3、6から2で勝利し、チャレンジャー3勝目を挙げる。7月11日付の世界ランキングで100位となり、トップ100入りを果たした。8月のアトランタテニス選手権では2回戦で第4、シードのアレクサンドル・ドリゴポロフに6から3、2から6、6から1で勝利。 準々決勝で、オラシオセバジョスに6から4、6から4で勝利し、自身初のツアーベスト4に進出を果たした。準決勝で、ニック・キリオスに3から6、6から3、3から6で敗れた。大会後のランキングで、自己最高の85位となった。全米オープンでは1回戦で、第23シードのケビン・アンダーソンに3から6、5から7、4から6で敗れた。 全米後のデビスカップワールドグループプレイオフウクライナ、1000で初めてシングルスに出場した。第2試合でイリアマルチェンコに6から4、5から7、6から4、7から5で勝利し、デビスカップ初勝利を挙げた。第5試合も勝利を挙げ、日本は5の0で勝利し、ワールドグループ残留を果たした。11月のキャピタルカップの決勝で、デニス・イストミンを下して優勝し、 チャレンジャー4勝目を挙げる。11月28日付の世界ランキングで100位に復帰して2016年シーズンを終えた。1月1日よりミキハウスと所属契約を結ぶ。年初のブリスベン国際は2年連続で予選通過するも1回戦でビクトル・トロイツキに敗れた。全豪オープンでは1回戦で地元オーストラリアのアレックス・ボルトを6から4、1から6、 6から2、6から4で破り全豪初勝利を挙げた。2回戦では、第13シードのロベルト・バウティスター・グートに2から6、3から6、3から6で破れた。続いて、デビスカップワールドグループ1回戦のフランス戦に、シングルス2試合に出場、第2試合は、ジルシモンに3から6、3から6、4から6で破れ、消化試合となった第4試合は、ニコラ・マユに1から6、 1>, 1から1となった第2セット途中で、サワン負傷のため棄権した。2月6日付の世界ランキングで、自己最高の82位を記録した。2月のメンフィスオープンとデルレイビーチオープンでは2回戦まで、進出。メキシコオープンでは1回戦で、世界ランク18位のジャック・ソックを3から6、6から2、6から1で破り、2回戦で、ジョーダン・トンプソンを6から4、3から6、 6から0で破り、500シリーズで初めてベスト8に進出した。準々決勝では、世界ランク6位のラファエル・ナダルに前線するも6から7、3から6で破れた。大会後に、世界ランキングで自己最高の70位を記録。3月の BNP パリバオープンでは、予選決勝でエリアス・イメルに破れたが、ラッキー・ルーザーで本戦に出場。 一回戦で再び、イメルと対戦し勝利した。二回戦では、世界ランク21位のイボカルロビッチを6から4、6から3で、三回戦で、世界ランク14位のトマーシュベルディハに、第二セットにマッチポイントを握られながらも1から6、7から6、6から4で逆転勝ちし4回戦進出。四回戦で、世界ランク三位のスタンワウリンカに六から三、三から六。 6から7で赤敗した。大会後の世界ランキングで自己最高の58位を記録した。ところが続くマイアミオープン2回戦のジャック・ソック戦で左膝を負傷し途中棄権。検査の結果左膝前十字人体断裂と診断され手術、ツアー離脱を余儀なくされた。全豪オープン前のチャレンジャー大会で復帰を果たす。全豪オープンでは1回戦で 第27シードのフィリップ・コールシュライバーに6から3、2から6、6から0、1から6、6から2で勝利し2年連続で、初戦突破、2回戦で、アンドレアス・セッピに1から6、3から6、4から6で敗れた。5月の金泉チャレンジャーでは、予選から出場して、本戦入りし、本戦も勝ち上がり決勝進出。決勝のバセクポシュピシル戦で6から4。 7から5とストレート勝ちし、約1年半振りのチャレンジャー大会優勝を果たした。全仏オープンは1回戦で、第30シードのフェルナンド・ベルダスコにフルセットの末、敗れた。9月の新戦オープンでは予選を突破し、本戦出場。本戦は2回戦で、第6シードのデニス・シャポバロフ、準決勝で、第5シードのベルダスコに、逆転勝利し、ATP ツアーで、 初の決勝進出。決勝で、ピエール・ユー・グエル・ベールに7から5、2から6、6から4で勝利し、ツアー初優勝を果たした。全豪オープンでは3年連続2回戦進出。3月の BNP パリバオープンは、3回戦で、フェリックス・オジェ・アリアシムを破り同大会2度目のベスト16まで進出するものの、4回戦で途中棄権となった。 全仏オープンでは1回戦でマッケンジー・マクドナルドに勝利し初の全仏2回戦進出を果たす。2回戦では第8シードのフアン・マルティンデル・ポトロと対戦。フルセットの激闘の末7から5、4から6、2から6、7から6、2から6で敗れた。ウィンブルドンは初戦で世界ランキング元パチーノ・ヤンコ・ティプサレビッチに敗れた。 7月末のシティオープンでは2回戦で第7シードのダビド・ゴファムを破るも続く3回戦でその後この大会で優勝したニック・キリオスに敗れたウエスタンサザンオープンは予選からランキング上位の選手を立て続けに破り本戦2回戦へ進出初めて西小利啓との日本人対決が実現7から6、6から4で勝利し 自身初のトップ10選手からの勝利ともなった。その勢いのままに3回戦で、アレックス・デミノーを7から5、6から4で下し、西堀利杉田祐一に次いで、日本人として3番目に、マスターズ1000ベスト8に進出した。ベスト4をかけたダビド・ゴファンとの準々決勝は、試合直前に食中毒を訴え危険となった。 全米オープンでは4年ぶりに2回戦に進出するも、フェリシアーノ・ロペスに敗れた。楽天ジャパンオープンでは1回戦で、ジョアン・ソーザに勝利し、ジャパンオープン初勝利を挙げる。2回戦で、デュカ・プイユに敗れた。年内最後の大会となった、デビスカップファイナルズのフランス戦では、世界ランク10位のガエル・モンフィスに7から5、6から2で勝利し、トップ10から2勝目を挙げた。 1>, 1月、この年から新たに開催された ATP カップに日本代表として出場を果たす。西木織が怪我で欠場したため実質的なエースの役割を担い、グループリーグではウルグアイ戦でパブロクエバス、ジョージア戦でニコロズ・バシラ・シビリと共に格上の選手をストレートで破り、日本の勝利に貢献した。スペイン戦ではチームは全敗に終わり、 決勝トーナメント進出とはならなかったものの、ラファエル・ナダル相手にタイブレークに持ち込むなど接戦を繰り広げた。全豪オープンでは2回戦で、ダニエル・エヴァンスを6から4、6から3、6から4で下し、自身初のグランドスラム3回戦進出を果たす。日本人男子選手のグランドスラム3回戦、進出自体も、西木織を除くと1995年の松岡。 修造以来25年振りとなる快挙であった。3回戦では、第2シードのノバク・ジョコビッチに3から6、2から6、2から6で敗れた。2月のデルレービーチオープンでは、自身2度目のツアー決勝進出を果たす。決勝で41センチメートルの身長差がある、ライリーオペルカに敗れ準優勝となった。大会後のランキングで48位となり、トップ50入りを果たす。 コロナウイルスの影響によるツアー中止以来の復帰戦となった全米オープンの1回戦でアンディ・マリーと初対戦。序盤64、64とリードしたものの、第3セットはタイブレーク57で取られ、第4セットでは65で一度マッチポイントを握ったがこのチャンスを活かせずやはりタイブレーク47で取られ、第5セットで46となり、逆転負けを喫した。2年連続で、 日本代表として ATP カップに出場した。2021年は日本のエース西小利とと共にグループステージでアルゼンチンとロシアと対決し日本の勝利に貢献したがラウンドロビン敗退で幕を閉じた。全豪オープンでは初戦敗退。その後はツアーで準々決勝まで進出した。全仏オープンでは1回戦で。 元世界ランキング5位のジョー・ウィルフリード・ツンガに6から、4、6から2、3から6、7から6で勝利した。2回戦では、ロレンツォ・ムゼッティに5から7、3から6、2から6のストレートで敗れ、全仏初の3回戦進出にはならなかった。ウィンブルドンでは1回戦で2018年ウィンブルドン選手権で、ベスト4入りしたジョン・イズナーと対決。 身長差 38cm ながらも7から6、2から6、6から3、6から7、6から4のフルセットで熱戦を制し、ウィンブルドン選手権での初勝利を挙げ、シングルスにおいて、グランドスラムすべてで1回戦突破を果たした。2回戦では、あるやずべで根にストレートで敗れた。五輪初出場となった2020年、東京オリンピックでは、男子シングルスで、 カレン・ハチャノフと対戦し、第一セットを取ったものの逆転負けした。また、男子ダブルスでは、ダニエル・太郎と組み、クロアチアのマリン・チリッチ、イワンド・ディグ組と対戦したが、敗れ、初めてのオリンピックは、単腹ともに、初戦敗退であった。左利き。オープンスタンスで放つフォアハンドは、トップスピンのかかった山なりの軌道が、特徴的であるが、対照的に、 両手打ちのバックハンドでは低い軌道の速いボールを得意とする。切り返しのフットワークの速さには定評があり、広いコートをカバーする。戦略的なショットの選択によって相手を追い込む頭脳プレイでも知られる。ストロークやサーブで意図的に遅いボールを用いて相手のリズムを崩すことができる。ディエゴ・シュワルツマンと並んで ATP ランキングのトップ100選手で最も身長が低い。 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル。 S, S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。怪我による、休養期間中の2017年に、現役のトップ選手としてはいち早く、自身の YouTube チャンネルを立ち上げ、それ以来テニスの魅力を、舞台裏から積極的に発信している。ウィキメディアコモンズには、 西岡義人に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。